この放送は電気化学工業を中心とした電化グループ三津豊製作所技術の日立とご覧のスポンサーの提供でお送りします。皆さんこんにちは。東京青山の秩父宮ラグビー場です。神宮の外苑イチョウ並木が濃く色づいてまいりました。さすがに伝統の啓明戦を迎えました。今日は超満員とスタンドが膨れ上がっております。この試合かつて早稲田の名スクラムハーフそして全日本でも大活躍いたしました宿澤博明さんに解説をお願いしております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。慶応がちょっとね2つ負けを喫しましてお客さんの出足どうかなと思ったらさすがですね。そうですね、やっぱりね、たくさん入ってますね。たくさん入りました、はい、なおこの試合ご覧のようにたくさんお客さんが入りまして今日はお昼頃にはもう7、8分通り入っておりました。この試合レフェリーは昨年もこの試合笛を吹きましたニュージーランド大使館に現在勤めておりますマイケル・ファンワースさんでございます。この方です。この方の笛はですねなかなか正確だし、そうですね、いい笛ですね、はい、それでは両チームの15をご紹介いたしましょう。明治大学からです。現在全勝の明治大学1番にはバイスキャプテンの太田そしてフッカーは藤田2世と言われております岡本3番キャプテンの高橋ロックは体を張って頑張っております吉村と空中戦に強い乾そして第3列はいずれもシャープな攻防を見せます土井中島そして大西という3人です。ハーフバックは判断力のいい2年生の安藤ステップワーク抜群のスタンドオフは佐藤です。ラインは11番から人に強い龍低いタックルが非常に見事でやります1年生の加藤また人に強くこの試合もキックを受け持つと思います13番が川上思い切りのいい1年生の14番竹之内安定感を増しました15番フルバックは4年生バイスキャプテンの村井という布陣であります。両チームのキャプテン右に高橋左に若林一方の慶応でやりますが1番に先だって負傷いたしました石森に代わりまして当たりの強い藤田そしてフッカーが八ツ柳4年生3番は日本代表を務めたこともあります中野そして4番にはバイスキャプテンの山越1メーター89 100キロです。5番には公式戦初登場の橋本そして慶応の誇る第3列は6番に油山7番上島8番が柴田という布陣であります。そしてハーフバックは、公式戦初登場9番の田中2年生です。ルーツ校慶応大学ラグビーの創始者の一人であります田中銀之助さんのひ孫にあたるそうです。この右側にちょっと映りました小さい選手です。そして10番はステップワークパスワーク心境著しい川端ラインは11番から瀬田太田中口そしてエースキャプテンの若林14番フルバックには先立っての八幡山での慶明二軍戦で大活躍いたしました立石を急遽起用いたしました。これが慶応の布陣であります。さあこれから始まりますがどうですか宿澤さんのちょっとこのゲーム前のですね、はい、予想見どころみたいな。やはりまあ順当に言って明治のですね力が一枚上と思うんですが慶応は去年のようにですね、まず走り勝つことそれとバックスがですねディフェンスからチャンスをつかみたいですね。なるほど、はい、さあ慶応11番セタムキックでボールが向こう側に展開しましたがホイッスルで明治ボールのスクラムです。さあこのファーストスクラムです。明治大学はフォワードの平均身長 181.4 センチ左にずっとホイールしています 93.3 キロ一方慶応大学は179センチ 85.8 キロいずれも
明治大学が勝っています。体では慶応の方が小さいですけども、伝統的に慶応のフォワードは粘り強いですからね、そういう持ち味を出してますね。そうですね、モール状態になりました。ボールが慶応になったり、あっと明治がボールを出しました。サイドを突っ込もうというところ、回り込みました。4番の吉村からまた密集になりました。慶応ボールスクラムです。今シーズンの明治大学は明治学院大学、青山学院、そして東大立教、筑波帝京と連覇いたしまして、いずれも危なげのない勝ちっぷり、全勝でやります。一方の慶応大学ですが、立教成蹊青学と破りましたが、筑波大学に6対18と敗れ、そして日本体育大学には後半終了間際フートライの反撃も及ばず25対35で敗れています。慶応なかなかいいタックルを見せました。この辺は慶応のその気迫というのが感じられますね。そうですね、やはり2敗してますので、伝統の慶明戦、早慶戦あたりでですね、立て直したいということだと思うんですよね。センターからちょっとスイッチ、左ウィングの瀬田捕まりました。やはりオーバーザトップですね。オーバーザトップ、はい、明治のフォワードがラックを飛び越えてですね、倒れ込みましたので、ペナルティですね。若林どういう指示をしますか。あ、狙いますね。狙いますね、これですと正面ですから当然でしょう。キッカー11番の瀬田が出てまいりました。4年生最近はこのゴールキックの飛距離もみんな長くなりましたし、この一本一本が非常に大切なわけですが、距離がありますがね、これが決まりますと慶応の投手もまた一段と冴えると思います。大体40メーターぐらいですかね、40メーターちょっとかけるぐらいですかね、正面ですけど。そうですね、はい、およそ40メートル正面、先取点を狙います慶応大学です。慶応大学の創部は実に明治32年、現在も慶応はその時に、つけたいわゆるその蹴球部というね、名前をそのまま堅持しておりまして、合宿には蹴球部という大きな表札がかかっています。右足どうでしょう、ぐーっと伸びた、入った、入りました。見事なゴールキック成功。これで沸きますよ、またね。そうですね、やはり慶応が先取点取って、面白くなりましたけども、この後やはりまだ最初開始10分5分ぐらいですか、はい、ですから最初あとですね、この後慶応もっともっと攻めてですね、明治の、調子づかないうちにですね、もう少し攻めておきたいところですよね。はい、慶応を取りました。後ろへ反転しました。これはもちろんノーホイッスル。さ、あ、ここで慶応手痛い反則です。ノットリリースザボールですね、ボールを離す、タッチされて離さなかったですね。左中間、今度は13番をつけました川上狙います。明治大学がラグビー部が誕生いたしましたのは大正11年のことだそうであります。早稲田に4年遅れておりますが、大正11年の創部、現在チームを率いております北島監督は母校明治大学を卒業すると同時に監督に就任いたしました。昭和4年のことでありまして、それからずっと監督を務めております。好きなタバコ、ご覧のように大体日に現在でも50本は吸うそうなんですけれど、大変な愛煙家であります。穏やかな表情で見つめています。これも大事なキックです。これはちょっと距離が足りませんが、マーク、あの地点でマークをした場合はゴールを狙ったわけですから、ここからもうフリーキックですね。そうですね、はい、従来のいわゆるフェアキャッチと同じわけでありますが、こちらはタッチ経過、これはノータッチになりそうだ。ノータッチ、1年生の竹之内どうでしょう、いいステップでかわしました。ポイントを作る、タッチライン際、こちらが出ました。
最近のあの明治はバックスの攻撃が非常に目立つんですが、そうですね、慶応はですね、やっぱり、明治が回したところをバックスの速いタックルで、そのバックモールを取ってですね、そこから攻めたいですね、そうですね、攻め方して、はい、その辺で明治のバックスの攻撃を封じておけばですね、あとはそのフォワード戦になると思うんですね。そこで、フォワード戦でなんとか互角に持ち帰る、それがやっぱり明治慶応の戦法じゃないかと思うんですね。なるほど。で明治はやはりボールをもうラックで取ったらですね、もう一回フォワードでつないで出したいですね、はい、そこでバックスに放ると、そういう攻め方が明治としていいんじゃないかと思いますけどね。そうです、はい、やっぱりそこだけ、大型で突進力のあるフォワードを持ってますので、フォワードで行ってもう一回というところですね。前5人の平均体重10キロ勝ります明治、押します、明治押します、慶応押されました、いい潰しを見せます慶応です。ラックになりました。アタックラインを敷いていますのは明治、明治ボールスクラムと変わります。前後半40分ずつ、この激しいラグビーという競技でその体力がどこまで続くか、力の限り戦い抜こうという両チームの15、火花が散っています。スタンドオフから左センターに回そうというところですが、川上ボールが手につきません、反転しています。慶応ボールを取ります。いい動きです、慶応出したいですね。慶応はちょっとボールを出すタイミングが遅れましたが、若林向こう側タッチを狙います、大きなキックです、これはノータッチ、後ろへ下がりましてフルバック村井かわしまして左足でキック、どうでしょう、ナイスキックです。慶応陣内の10メートルと22メートルラインのその真ん中、向こう側タッチを切りました。スクラムでやはり明治がちょっと押している感じですね。前3人が慶応はやはりめくられている感じがしますんでね、はい、ここはもう少しスクラムで頑張らないといけませんね。ホイッスルが鳴りまして、向こう側タッチラインから15メートル入ったところ、ここでスクラム、田中がボールを入れる、明治が押します、明治が押します。明治の突進、ここでポイントを作って、さらにまた突進だ、明治得意の攻撃だ、逃げ回った、余った、どうだ、懸命を、タックルできるか、慶応飛び込んだ、トライ、1年生14番竹之内右隅にトライ。さっき宿澤さんからご指摘がありました、はい、フォワードで前へ行って、そしてバックス、非常に理想的な展開になりましたね。今スクラムで敵ボールのを取ったんですけどね、ここからバックスよく展開しましたね。やっぱ慶応のディフェンスがもう1人足らなかったですからね、 そうですね、このつなぎ良かったですね、はい、要するに今のそのフォワード戦でこう前へ出る2回3回と攻撃して、やむなくそのセンターあたりがですね、慶応のセンターあたりがディフェンスに回る、はいはい、やっぱバックスが下がってバックを下がらせて出ますからね、やはりフォワードでボールを単純に出しますと、やはり最近ディフェンス網が整備されてますから、割と早く潰されてしまうんですけど、今ねフォワードで持ってこられますね、そこでディフェンス崩れますから、そうです、ね、なかなかいい攻めですね、はい、4対3と逆転、そしてゴールを狙います。川上右へ外れました、得点4対3、明治1点のリードと変わりました。前半の12分を警戒しまして、慶応がペナルティーゴールの3点、明治竹之内のトライで4点を返しました。4対3、さあ明治のライン攻撃だ、ドカーンとぶつかった、ナイスタックルを見せました慶応です。若林跳ね飛ばされました、明治がボールを持っています、ものすごい迫力満点の明治の攻撃、明治ボールスクラム、ゴール前6メートル、お互いにかなり激しい当たりだったですね今、はい、すごいですね、腰の強い若林が飛びました、ボールが入りました、安藤ボールを入れて後ろへ回ります、慶応も頑張ります、慶応も頑張る、壮絶なスクラムです、慶応のゴール前、得点わずかに1点差、さあスクラムもう一度
いや、ナンバー8がまた前にボールを、スクラムトライを狙うか。明治オス、ゴールまであと2メートル、3メートル。ここで止まりました。ナンバー8がボールを持って中に潜り込んで、あと2メートルというところ、あっとボールがこぼれ落ちました。向こう側かろうじてボールを出しました。最近はあの国内ルールでね、その5メートル以内 の, そのスクラムトライを狙おうという場面が大変少なくなりましたけど ね、はい、ね、ここでちょっと負傷者が出たようです。さあ瀬田がかろうじて、さあ明治ボールを取りまして、ナンバー8、さらにサポート、慶応のタックル、ゴールラインまで3メートル、明治ボールスクラムです。明治ボールのスクラム、5メートルスクラムと変わります。ここはもう慶応はじっと耐えないといけませんね。そうですね、はい、しっかりディフェンスということですね。決して焦ったらいけないですね。ゴール前の攻防が続きます。明治がまた押します。1メートル前進、2メートル前進、ゴールまであと2メートル、2メートル、押し込めるか。やっぱりスクラムの中にあったボールを拾いましたね。はあ、焦ることもっと、まあ、明治としてはじっくり押したかったんでしょうけど、スクラムが回りましてですね、選手がもう交錯しましたので思わず手を出した感じですね。なるほど。いやこれはちょっと明治にとっては惜しまれるミスです。両チームとも非常に当たりが強くて、今年の大学の試合の中で最も激しいですね、フォワード戦、激しいフォワード戦をしてますね。さすがに伝統の慶明戦です。明治フッカーの岡本、ボールを入れます。速い球出しだ。飛ばしパスは慶応、ゲインラインのずっと前で潰しました。慶応がボールを支配しています。いいタイミングでボールが出せるかどうか。慶応がずっと押し込む、慶応が押し込む、慶応に、お、明治ボールスクラムです。あ、今のボールは慶応がいいタイミングで出したかったですね。そうですね、今のディフェンスからですね、次のボールを取っていく攻めが、それを狙っていった方がいいですね。慶応は慶応陣内のスクラム、左へ回しました。ショートパント、どうでしょう、右へかわした。タックルできるか、ダメだ。明治トライ、鮮やか。1年生の加藤、先ほどは1年生の竹之内、今度は左センター3クォーター、これも1年生の加藤、見事なステップワークです。あのパントといい、今のステップといい、見事な攻撃ですね。そうですね、今年の明治は非常に多彩ですもんね。これあの慶応はですね、逆に回すと思ったんでしょうね。ですからこの後ろはですね、ナンバー8とか行かないといけないんですが、やっぱり誰も行ってませんでしたね。ですからあのフルバックとセンターが1対1になってしまいましたんで。なるほど、はい、そういう意味ではちょっと意表をつかれた感じでやりますが、2つ目のトライ、これで8対3と変わりました。今度は川上、難なく決めました。これで2点を追加、得点10対3と変わりました。慶応にとってはこのトライはちょっと痛かったですね。そうですね、今のはやっぱり明治の攻めが良かったですね。はい、今年の慶応大学はまあそれほどその得点能力がありませんのでね、やはりディフェンスをしっかりしませんとね、ディフェンスからやはりチャンスを使うみたいですね、はい、明治はあのシーズン初めバックスがやはりちょっともたもたしたんですが、ここ来ましてやはりバックスもかなり整備されてですね、思い切った攻めかもしれませんね。そうですね、はい、ですから10代の明治とはですね、本当にこの一変したという感じます。そうですね、
フォワードバックス一体となってな華やかな攻防を展開しております最近のこの明治大学であります。オフリバックというのは村井君も落ち着いてますから、守りも割と安心してられますね。思い切って攻められるんじゃないですかね、はい、明治のバックスも。ですから各大学にとっては、まあ、穴の少ないといいますか、非常にですねやりにくい相手だろうと思いますがね。そうですね、はい、それだけフォワードからボールが供給されますから、まあ、そしても楽ですけどね、はい。得点10対3、慶応が1ペナルティーゴールで先制いたしましたが、その後明治が反撃いたしまして2トライ、得点が10対3と変わっています。ボールがインゴールに入りまして、ドロップアウトです。試合開始早々、慶応、正面から40メートルのペナルティーゴールを瀬田が決めますと、対する明治大学は12分に竹内、右隅に飛び込んでトライ、さらにその後、スクラムからのボールを意表をついて左へ回しまして、佐藤、竹内と渡りまして見事なステップワーク、1年生の竹内トライを左中間に飛び込んで2つ目のトライを返しまして、得点が10対3、7点差、明治リードです。さあ慶応としてはここをしっかり守らなければいけません。画面の実戦は慶応陣内22メートルラインです。今度は右へ展開しました。ここでポイントを作るクイックパス、これをよくフォローしています。あーっと回しました、4番の吉村、今のもねフォワードでパッパッと前に出まして ね、こぼれ球があったような感じで、慶応が見てしまいましたね。あ、はい、サイドはもう徹底的に守らないといけませんね。そうですね、はい、このサイドはですねやっぱフォワードでしっかり守っていらないと慶応のバックスがかわいそうですね。あ、とにかく明治のフォワードはかなり走れるし、そして人に大変強いですね。ですね、はい。まあ、北島さんの教えはあくまでもそのフォワード前へということでね、どんどん前へ来ますから。表情もちょっと硬くなりました黒沢慶応大学監督です。慶応はやはり立て直さないといけませんね。このままですとずるずるいかれてしまいますから、敵陣に入って一つ思い切って攻めることだと思いますね。川上のゴールキックは右へちょっと外れました。得点は14対3です。慶応大学のロック陣あるいはその3列、この辺はなかなか動きもいいはずなんですが ね、フォワード、明治のフォワードをですね、やっぱフォワードだけで止めないといけませんね。もう、まあ、スクラムサイド、モールラックサイドですね、でバックさんも自分のマークをしっかり倒すと、はい、これはノータッチですが明治追いすがります。ボールが後ろへ、足にかける明治、手を飛び込む、殺到する明治フォワード、入ります。慶応のフォワード押し返しますが、ホイッスル、明治ボールのスクラムです。やはり今みたいにフォワードが前に出ますと、明治のその当たり、それからボールに入るスピードですね、かなり強いですね。早いところボールを出します。佐藤、フルバックが飛び込みますが、ゲインライン付近です。慶応のフォワード早い突っ込みでやりますが、明治大学フォワードに反則。前半の22分を経過しています。得点は14対3、11点差、ちょっと広がっています。キャプテンの若林、タッチを狙いました。
今日は若林がフルバックからウイングにですね、はい、入っていますが、若林のところこの人はまあ決め手なんですが、いいボールが回るような展開になればです ね、突破口があるんですが、なかなかそういう場面になりません。慶応ボールダウン、慶応ボールを支配してスタンドオフ川端、ああここでディフェンスラインのオフサイドですね、はい、ここは狙うでしょうね、やはりここはゴールを狙います。距離はゴールまで25メートルぐらいの地点です。11番をつけています左ウイングの瀬田、まあ、去年ももちろんレギュラーで出ていたんですが、今年になって急速な進歩を遂げています。11番の瀬田、慶応の場合にはあの若林君がですね、まあ、タッチキック、それからまあドロップアウト、それからあの、まあ、相手に、最初のスタートのキックですね、センターからの、はい、全部蹴ってるわけですけども、この、まあ、あのペナルティーゴールを除きましてね、若林君がそういう攻めの、まあ、スタートの中心になってるわけですね。そうです、はい、ですからちょっとあのウイングというポジションではですね、なかなか難しいんじゃないかと思いますね。いろいろスイッチしたりしないといけませんので、ね、はい、ですからそういう意味では若林君のフルバックというのもですね、まあ、試してみたわけですけども、はい、まあ、それの方がいいんじゃないかなと私は気がするんですね。なるほど、はい、思い切って蹴りました。入りました、ね、これで3点を返しました慶応、14対6と追いすがりました。ショートラインアウトです。油山ボールを持って、柴田豊かなジャンプ力、いいボールが出た、慶応反撃のチャンス、あっと前にボールはこぼした、ノーホイッスルだ、明治ボールを取って、明治ポイントを作って中を割って入ろうというところ、7番の中島、ラックの中ボールを、あ、そうですか、ボールを離さなかった、ナットリリースザボール、やっぱここも狙っていくでしょうね。さあここはまたペナルティーゴールを狙います。今日キックが好調の11番瀬田、これはちょっと難しそうなところですが、これが入りますと14対9ということになります。ワンゴール差になってきますから、慶応はややこうテンポをつかみつつありますよね。そうですね、はい、あとボールをフォワードが取るとやはり慶応もですね、いいチャンスが出てきますね。今のように若林君に回るとやはり間一髪のところが出てきます。そうですね、ああいう場面をもう少し作ってほしいですね。そうですね、これ距離はやはり40メートル、ここちょっと角度がありますからね、はい、42、3メートルありそうですね。サイドとしてはこちらからの方が、まあ、右キックの選手は狙いやすいですね。そうですね、はい、ずっと左にカーブしていきますので、はい、今にも降り出しそうな上空なんですが、この満員のお客さんの熱気が何かこう支えているような ね、降り出しそうな雨を支えているような、そんな感じでやります。前半30分を回りました。得点14対6、3つ目のゴールキックどうだ、これは右へ外れます。さあここからどうする、左をずっと展開しようと、あ、これは慶応チャンスですよ。慶応ボールのラインアウトですね、はい、22メートルラインかなり内へ入っています。慶応ボールラインアウトです。早いところボール、慶応ボールを取りました。慶応ボールを取る、いいタイミングでボールが出ました。慶応のライン攻撃だ、センター飛ばしパスか、おっと中短パンになった、左へループしました、若林後ろへ放り投げました。これはちょっと前方に放り投げた感じでやりまして、スローフォワード、若林君今逆サイドがずっとフォローしてきましたね、若林が今右のウイングの位置から要するに左へのね、こちらへ回ったわけですが、まあ若林の得意なプレーでありますが、よく走りました若林。しかしあそこはねサポートが欲しかったんですけどね。そうですね、さてここを慶応はどこまでディフェンスできるか、どうだ、うまくかわしまして佐藤、ナイスタッチキック、
佐藤のうまいタッチキックでした。前半32分30秒というところ、得点14対6、依然として明治内の激闘。慶応ボールを持って22メートルライン内側に入った。激しいボールの奪い合いだ。慶応ボールを取った。慶応サイドを突っ込むか。サポートする慶応フォワード。慶応依然としてアタックラインは右へ回った。左へ離す。あっとこれをお手玉、瀬田がフォロー。11番、懸命に前に突っ込む。右へオープンへ展開した若林。そして太田、相手背後へ、右へ内へ返して、向こうがタッチキック。慶応の連続攻撃ならず。今のはやはり回した方が良かったですね。フルバックも行ったんですね、はいはい、本当にね。これは大西ですかね、向こうが倒れているのはちょっと分かり、今のプレーですね、これオープンへ回るわけですね、はい、この後ろにですねフルバックもついてましたんでね、ええ、やはりもう回して、もう一人回してからでもキックは遅くないんで、ええ、もう回してですね、ゲイン内を切って、ダメであればフォワードにつなぐとか、はい、そこでポイントにするとかですね、ボールを離してしまう必要はなかったと思いますけどね。そうした一瞬の判断、いわゆるその状況判断なんでしょうが、今右オープンへ展開する起点になりましたのは、まあ、スクラムハーフから若林がですね、若林がもういて、そして太田とね、はい、まあ、経験者が渡ったわけなんですがね、太田が早いところ、いわゆるデンジャラスゾーンめがけて蹴ってしまったわけなんでありますが、やはり、はい、ボールを取り出しましたからね、その辺が大きくなりましたね。また取りました。しかしこれはまっすぐボールが入らなかったという判断でしょうか、はい、ね、15メートルスクラム、明治ボールのスクラムです。明治安藤がボールを入れます。慶応が押しています。今度は慶応が逆に押します。ぐるぐるっと左の方に回りまして、ちょうど反対になりましたが、慶応がボールを取りました。山越ボールを取って、さあ慶応がこのボールを取れるか。アタックラインは慶応です。慶応フォワードがサポートしています。4番が山越、100キロ、1m89、田中。あーっとこれは若林のパスなんでしょうか。そうですね、オフサイドがありましたからね、明治にオフサイドですね、はあ、はあ、ああいった場面、明治のオフサイドはこれ3回目ぐらいですね、やはりオフサイドが多いんですね、日本のバックスは、はあ、ただ、まあ、見逃されてるケースが多いんですね。なるほど。ファンワースさんの目はですね、全部オフサイドに映るんだと思うんですよ、はあはあ、で日本のバックス非常にディフェンスが速いですから、紙一重なんですけれども、割とオフサイドが見逃されているケースが多いですね。なるほど。この試合は初めに慶応がワンペナルティーゴールで先行したんですが、その後明治が12分に竹之内のトライ、そして16分に、加藤がトライ、さらに20分にフォワードの4番吉村がトライ、14点を挙げています。一方慶応はその後ワンペナルティーゴールを返しまして6点を挙げています。14対6。そしてまたこの距離のありますペナルティーゴール、瀬田が狙います。最初のところでちょっと遠い、ほとんど同じ位置ですね。思い切って蹴りました。どうでしょうか。まあ惜しいところ外れました。ちょっと左に切れたようですね。まあ、ただこういうこのようにですね、明治陣内で試合を進めていけば慶応にもチャンスが出てくる。今のようにまあペナルティーゴールの狙うチャンスもあるでしょうし、やはり敵陣で試合をするということですね、明治としてはやはり早くこの、まあ、ずっと今こう10分ぐらい攻められてますから、明治のペースを取り戻したいというですね。フォワードがボールを取ってはなりませんね。そのフォワードが取りましてポイントを作ります。ブラインドかオープンへ行きました。オープンへ行く、これはタッチを狙ったようですが、どうでしょう。ワンバウンド、タッチキックになりました。12番の加藤が蹴ったんでしょうか。
かなり伸びました。タッチキックです。一挙に相手陣内に入りました。慶応フランカーの油山、明治が取りました。割って入ります。中島、ボールが反転します。ラックになりましたが明治ボールのスクラムです。前半やがて38分になろうとしています。多少のインジュリータイムはあろうかと思いますが、安藤がボールを入れて明治が押す。慶応が耐える。左オープンへ展開します。佐藤飛び込んできました。竹内いいパスだ。左へ回る。川上フルバック、さらに加藤へ。左へ余った。11番龍、鮮やかな連携プレーです。ブラインドウィングが入りましたね、見事なバックス攻撃ですね。はい、ご覧ください。ウィングが入りましたね。これよく反しましたね。そうなんですね、1年生とは思えないですね、フルバック村井が入って左へ。もうここで余ってますから ね、 ですね。これ引きつけてますね、はい、しっかりしたプレーしてますね。12番最後2人を引きつけるようなプレーでパスしましたのが1年生の加藤です。もう2人を自分に引きつけて1人余すと、バックスのもう基本ですけれども、はい、1年生ながらさすがに明治のレギュラーを取るだけあって見事なプレーですね、はい。このところの明治は今のようなプレーが非常に多いわけですが、いわゆる明治というとフォワードというイメージが強いわけですけれどもね、はい、もうフォワードが押して強いからああいうプレーができるんでしょうけれども、確かにそのあたりのライン攻撃誠に見事でやりました。明治やはりボールを出すときとですね、それから思ってフォワードが行くときとよく区別してますからね、はい、一本上司じゃないですよ ね、 そうですね。非常に変化があっていいプレーしますね、はい。若林キャプテンを中心にいたしまして守りを固めようと意思統一を図っています慶応大学です。伝統の慶明戦、これが慶応の首脳陣ですね。黒沢監督を囲いまして、同期であった浜本とかあるいは中曽根とかね、ああいった先輩秘書氏が顔を見せていますが、心配そうな顔が並んでいました。前半、慶応が一つ捉えてると面白かったんですけどね。そうですね、チャンスはいくつかあったんですけども、やはり、単発ですんでね、はい、もう少し連続して攻められないといけませんね、はい。ゴールを狙います。あ、これはもうコントロールをちょっとミスしました。今のは蹴ったのは9番の安藤ですね。この前の試合ではなかなかよく決まってたんですね。ゴルフで言うとダフった感じです。あ、そうですか。ちょっと苦笑いしてましたけれどもね、地面を蹴った感じですね、さあ慶応には余裕がありません。慶応キャプテンの若林、珍しいですね、若林がまあ、ああいったミスキックをするというのはちょっと見たことがありませんが、センタースクラムになります。明治ボール、速い球出しです。右へ回します。これはフェアキャッチのチャンスです。フェアキャッチです。今度前でスクラムですからね、蹴った地点でスクラムになりますから、はい。まあ、いわゆる国内ルールは今のようにそのフェアキャッチをした場合はゴールを狙ったときはですね、はい、これはフェアキャッチはもう できますできますけども、そこの地点でキックだけしかやれませんね。今のようにう、ね、タッチキックを狙ったりハイパントで攻めたときにですね、味方の22メートル以内で、フェアキャッチすればそこでキックか前で蹴った地点でスクラムを選べると、はい、そういうルールが変わってますね、はい。川端ハイパントです。どうでしょう、この空中戦反転しました。これを早く潰したいところですが、ちょっと今早かったんだと思いますけどね。あ、そうですか、微妙なところだったですね。あ、中口のタックルがちょっと早すぎたということでしょう。またタッチを狙います。フルバックが戻ります。慶応のフルバックは立石です。3日前の八幡山でのいわゆる二軍戦で大活躍いたしました。急遽15番フルバックに起用されています。手元の時計はすでに40分を2分ほど回っています。
得点が18対6、明治リード。明治またチャンス、足引っ掛けて前進です。向こうがタッチに出ました。慶応ボールのラインアウトでやりますが、ゴールまではあと1メートルか2メートル。明治ボールのラインアウトです。明治ボールのラインアウト。明治ボールを入れます。でボールが入りました。明治か、飛び込んだか、トライ。明治嵐のような総攻撃、無念、残念というひげを生やしました。4番副将の山越、バックスで取ってその後フォワードでしっかり取りますね、ラインアウトからの、3番ですね。そうですね、はい、3番のキャプテンの高橋伝統、彼はナンバー8、元ナンバー8ですがね、ジャンプ力もありますし、あの辺で捉えるとやっぱマークとかなり身長の差がありますし、突進力もやっぱ違いますんでね、はい、どうしてもあの辺が穴になりますね。ロック同士ですともう少し競り合って防げれるんですが、あの辺で放られますとですね、ものすごく難しいですね、ディフェンスが。そうですね、はい、明治は今やはり体の大きさを生かした攻撃だと思いますね、はい、前半すでに5つ目のトライです。今度はどうでしょうか、これは左に外れました。ここで前半終了でやります。